こうやってさせるって本当芸術だわ。かわいい。よし、完成。いい？最高？今日は休まる出しておでんを煮ます。はい、開けてください。ここ？うん、とここ。 OK、 2個で。OK、 完成っていうか、あと煮るだけ。出します。はい、お願いします。それでは炊き込みご飯をお願いします。はい、はい、オープン。オープン。人参とごぼう、はい、半分入れます。おでんで麺取りした大根。あ、はい、次はしめじ。あ、良さそうね。舞茸。はい、はい、よし。はい、次。はい、醤油。よし、はい、上手。よし、炊き込みご飯にはこの青のだし、休まるだし、はい、休まる。はい、そのパックのまま上に置く。一つ。いやー、どこまで入れればいいんだ。あ、やべ、あふれちゃった。ついてる、ついてる。お願いします。よし、オッケー。もういいわ。あ、やばい、こっちでも火ついてる。あ、熱くないの。耐熱だからいいのかな、ここのまま乗せで。まあいっか。開けてみます。いやわ、だしを取って、わ、美味しそう。落ちた。よいしょ、持ち上げるか。はい、おでんをオープンしてみましょう。すごい。パパ、ごはん。聞こえたかな。好きなの取って。それはこんな気でしょ。はい、召し上がる。染み出る？うまい？だし、うん、だしが効いてる。やば、それはやばい。どんどん効いてくる。あ、召し上がれ。これが、これが炊き込みご飯。あ、でもだし効いてるわ。すごいだし、その後からブワーってくる。うえ、だしめっちゃ走ってくる。え、うん、ま、四国で一番売れてるっていうダッシュパックだろ。そうだよ。やっぱ関西はさ、ダッシュ文化っていうだけある。うん、確かに。ダッシュ食べていい？なんか結構ちょっと薄味かなって一瞬思うんだけど、うん、後からダッシュが全力疾走してる。出汁が走ってくるっていうフレーム気に入ったの。全力疾走してくるの。誰そんなこと言ったの。めっちゃおもんないな。出汁取っただけでマジで店の味になるの。うん、確かに。うん、つゆめっちゃうまい。ご飯も粒いただいてもいい？うん、これ大丈夫？粒、うん、酔っ払んない？うん、恐怖だったから。一応安丸出汁さんの購入リンク貼ってるんで、興味ある方はぜひ。
3種お試しセット2280円。牧場海鮮だし、和風万能だし、あと贅沢ローストマス、まあ、この3種のお試しセットが通常2280円が今ならなんと1630円のお試し価格でご提供いただけます。え、すげえ社長、もう一声。いや、俺の権限じゃ無理。あ、これだし、うん、そうか、これだけ吸ってみようかな。ちょ、ずるっ、探せ。なるほど、めっちゃうまい。めっちゃうまい。もうご飯にかけて食いたいもん。うまっ。おいで。うまっ。2回すすりました。1回交代なのに。ありがとう、回ってきました。マジうまい。これはやば、犯罪、はい、違反。うまい、ちょっともう一回つける。おでんだと無限にできるよ。勘違いしないでほしいのは、今まで出汁を使わないで料理してた家庭が出汁を使ったらっていう話だから。うん、現状だし使ってる人がどのぐらいこう違いが分かるのか分かんないけど、多分相当うまいと思うよ。うん、うん、マジでおすすめです。うん、ほんと味噌、ふりかけじゃん、もうふりかけ、うん、いただきます。うん、やめ、早い。こうしてまして、いただきます。はい、うまっ。これやばくない？やばい、使った出汁もこう楽しめなくてね。別に貧乏とかじゃないんだからな。サステナブルじゃん。そうだよ、サステナブルだよな。SDGs だわ。うん、でこだわりの焙煎方法で風味豊かな仕上がりになっているということですよ。めっちゃ風味すごいな。まあ、まさにおっしゃる通りでした。ほんと、ね、このおつゆさん、ジップックに持ってて、うん、夜うどんじゃん。ああ、いいね。ね、おつゆじゃねえよ。冷たい、冷たい、そうだろ。ちょっちょっ、重て、もういいかい？無理よ。寒い？手が熱い。熱い。足でかき混ぜて。どう？ちょっと待ってるよ。おえ、気持ちいい？うん、狭いな。でもあ、ガチの風呂を作るしかねえな、セメントで。サビサビよ、ほら、抱っこしてあげるって。このクソの野郎。早い。新から温まれる？
いやなんかぬるいような気するんだけど、うん、めっちゃさっぱりするし今ポカポカ分析効果なんじゃん。分かんないけど。わー三丸しいたけごぼうが六本たっぱが八枚きゅうりが十本ばあー足気持ちよかった？はい、入れ入れ車に動けない。いや動いてる。おお早い早い早い。行ってみましょう。動けない。